日本共産党の山下芳樹ですえ今年は戦後70年の節目の年にあたりますえ日本共産党は日本が行った侵略戦争と植民地支配によって犠牲となった内外の人々に深い哀悼の意を表するとともに過ちを二度と繰り返さない決意を新たにするものであります総理は8月14日安倍談話を発表されましたそこには 侵略、植民地支配、反省、お詫びなどの言葉は散りばめられていますが、侵略と植民地支配を行ったのは誰なのか、主語がありません。戦後五十年の村山談話に示された、日本が国策を誤り、植民地支配と侵略を行ったという歴史認識は全く語られておりません。で反省とお詫びも、 過去の歴代政権が表明したという事実に言及しただけで、安倍総理自らの言葉としては語られておりません。そこで、総理自身の歴史認識を今日は聞きたいと思います。まず、植民地支配について聞きます。私は植民地支配というんだったら、どの国がどの国を支配したのかが肝心要だと思います。 総理は、日本が植民地支配を行ったという認識をされているんでしょうか安倍内閣総理大臣。21世紀構想懇談会の報告書においては、日本がかつて台湾や韓国を植民地,した植民地化したこと、そして戦争への道を進む中において、1930年代後半以降、植民地支配が、 過酷化してていいったことが記載されています懇談会において有識者の方々が共有した認識その報告書の上に立って今回の談話を作成したわけであります戦後すべての民族に自決の権利が認められるべきだという考え方が国際社会の大きな目標となりましたそうした国際,国際的な流れの中で日本も自らの過去を振り返り植民地支配から た決別し、す、ま、べ、あ、ての民族の自説の権利が尊重される世界をつくっていくことを、まあ、強く決意しましたえ、今回の談話においては、まあ、そのことと合わせて、過去の植民地支配も含め、先の大戦における行いについて、痛切な反省と、これからのお詫びの気持ちを表明した歴代内閣の気持ちについて、私の内閣についおいても有利ないものとして、引き継いでいくことを明確にしたところでございます。 山下芳樹君今、懇談会の報告書では明記されているというご答弁でしたが、私は安倍談話をいくら読んでも、ですねその死後を見出すことはできませんでした、そこで聞いてるんですけれども、総理は日本が植民地支配を行ったという認識をお持ちなんですか安倍内閣総理大臣。まあこの、まあ、談談話話についいてはですねいわば談話全体 が一つのメッセージになっているわけでございますから、一つ一つを切り取って、それを、一部分だけを切り取って機能するのは、より幅広い国民との、国民とメッセージを共有するという観点からは、適切ではないと、こう考えるわけでありますが、今回の談話作成にあたりましては、さまざまな有者の方々にお集まりをいただきまして、 21世紀構想懇談会の中でさまざまな議論をいただいたわけでございます。まあ、当然、それぞれ視座は異なったわけでございますが、その中において、共通の一つの認識が示されたわけでございまして、それは今申し上げたとおりでございまして、21世紀構想懇談会の報告書においては、日本がかつて台湾や韓国,の植民地韓国を植民地化したこと、そして戦争への道を進む中において、 1930年代後半に、えー、後半以降、植民地支配が過酷化していったことが、まあ、記載されているわけでございまして、えー、この談話を発表する、えーえー、冒頭ですね、えー、申し上げたとおり、私はこの報告書をですね歴史、えー、の行為として受け止めたいと思います、まあこう述べたところで、えー、ありまして、この報告書の上に立って、今回の談話を発出したところでございます。 ました君あの報告書の上に立ったのに、なぜ安倍談話では、日本が植民地支配を行ったという認識が示されていないのか、歴代の政権は示しておりますよ、村山内閣は談話で、ですね、我が国が国策を誤り、植民地支配と侵略を行ったと、日本が植民地支配を行ったということをはっきり述べておりますそれが述べられてないんです、安倍談話には。そういう認識、総理自身にないんですか。 内閣総理大臣。今回の談話作成にあたりましてはです、ね、例えば今ご紹介をいただいた、村山談話における国策を誤りといった抽象、ね、的な用語で終わらせず、どのように進路を誤ったのか、歴史の教訓を具体的に組み立たなければならないと考えました。ただし政治は 歴史,に歴史に謙虚であるべきとの考え方のもと、その具体的な作業については、21世紀構想懇談会を設け、有識者の皆さんに行っていただいたわけであります、その報告書の上に立ってです、ね、今回の談話においては、第一次世界大戦後、戦争自体を違法化する新たな国際社会の潮流が生まれる中で、当初は日本も足並みを揃えたが、 世界恐慌が発生し、経済のブロック化が進むと、日本経済は大きな打撃を受け、その中でえ日本は孤立感を強め、外交的、まあ、経済的な行き詰まりを力の行使によって解決しようと、えこの胸う述べた上えで、満州事変、そして国際連盟からの脱退、日本は次第にえ国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした、新しい国際秩序への挑戦者となっていった。 するべき進路を誤り戦争の道、戦争への道を進んでいきましたと、おきしているわけでございま山下良樹君。いくら聞いても、肝心要のことは答えられません。なぜ安倍談話に日本が植民地支配を行ったという認識は示されてないのかと聞いても、お答えはありません。私はですね、じゃ角度を変えますがあ、日本がどの国に対して植民地支配を行ったのか、これ非常に大事ですが。 その認識総理はありますか安倍内閣総理大臣。これはの先ほども申し上げましたようにです、ね、十一世,世紀高層懇談会の報告書においてです、ね、日本がかつて台湾や韓国を植民地化したこと、そして戦争への道を進む中において、千九百三十年代後半以降、 植民地支配が広告化していったことが記載されているわけで、えー、ありまして、えー、この今段階の報告書を歴史、えー、の行為として受け止め、えー、その上において、えー、今回談話を発出したところでございます山下陽子君受け止めたのになぜはっきり書かないのかということを聞いているんですよあの歴代の政権はそのことについてもはっきり語っております村山談話の翌年1996年2月16日自民党の 橋本龍太郎総理は参議院のの予算委員会で次のように述べております韓国併合につきましては、昨年11月、村山前総理がキム・ヨンサム、韓国大統領に宛てた書簡におきまして、韓国併合条約における植民地支配のもとにおいて、朝鮮半島地域の方々に耐え難い悲しみと苦しみを与えたことにつきまして、深い反省と心からのお詫びを、お詫びの気持ちを抱いていることを表明されたと表記憶していたしております。私としても 同様でありますと橋本総理は、韓国併合条約によって、日本が朝鮮半島植民地支配したという認識を、はっきり自分の言葉で国会で述べております。総理、あなたも同じ認識ですか、それとも違うんですか、あなた自身の言葉でお答えください。安倍内閣総理大臣。談話においてはですね、我が国は先の対戦における行いについて、繰り返し、 痛切な反省とこれからののお詫びの気持ちを表明ししてきましたその思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピン、をはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。こうした歴代内閣の立場は今後も有利ないものでありますと明確にしているところでございます。 下しき君。あのね、全く答えてないですよ。総理、ちゃんと自分の言葉で答えてくださいよ。橋本総理も朝鮮半島を日本が植民地支配したと、はっきり認識を述べました、私は報告書で何を書いているかを聞いているんじゃありません、安倍談話にはそれがないんです、だから安倍さん自身がそういう認識があるのかどうか、はっきりお答えください。安倍内閣総理大臣 今回ですね、えーまあ、専門家の皆さんにお集まりをいただいて、えー、そして21世紀構想懇談会の中でさまざまなご議論をいただき、まあ、一定のですね共通認識をうるに至ったわけでございます。まあ、その上において、まあ、それを一つの歴史の声として受け止め、まあ、それを前提に今回、えー、談話を作成し、それを閣議決定したわけであります。まあ、つまりこの談話がすべてで、えーまあ、ございましたその中からおくみ取りをいただきたい今申し上げましたようにですね、 今申し上げましたように、インドネシア、フィリピンをはじめ、東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫してその平和と繁栄のために力を尽くしてきました、こうした歴代内閣の立場は今後も揺るぎないものであります、えつまりそれは全く変わりがないわけでございます。速記を止めてください。うんうんうん えー、それではあ山下さん、もう一度質問してください。委員長山下洋樹君、あのー。これ、橋本総理だけじゃないんですね、1998年10月8日、自民党の小渕恵三総理は、訪日したキム・デジュン韓国大,領とと大統領とともに、日韓共同宣言を発表いたしました。そこには両国が過去を直視し 相互理解と信頼に基づいた関係を発展させていくことが重要ということを述べた上で、小渕総理大臣は、今世紀の日韓両国関係を解雇し、我が国が過去の一時期、韓国国民に対し、植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受け止め、これに対し、通説な反省と心からの帯を述べまの述べた。と、はっきり書かれています。小渕総理もまた、日本による植民地支配によって、 韓国国民に多大な損害と苦痛を与えたということをちゃんと語ってるんですね。総理は先ほどから何遍聞いても、総理自身の言葉でそのことを語らない、これまでの歴代の認識を、政権の認識を引き継ぐと言いますが、全く違うじゃないですか、もう一度答えてください。安倍内閣総理大臣。まさに、えー、談話で、安倍内閣の談話で示しているとおりで、えー、ございます。 まさに、ここに書いてありますようにですね、事前侵略、戦争、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない、植民地支配から永遠に決別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない、先の大戦への深い反省、先の大戦への深い介護の念とともに、我が国はそう誓いました。 自由で民主的な国をつくり上げ、法の支配を重んじひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。70年間に及ぶ平和国家としての歩みに私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動な方針をこれからも貫いてまいりますと述べているわけでありまして、そしてその上においてです、ね、これはまさに、これは私は総理大臣として、安倍内閣として談話として発出したものでありますから、これはそのままお受け取りいただきたいと、こう思うわけでありまして。 我が国は先の対戦における行いについて、繰り返し、まあ、痛切な反省と心からのお呼びの気持ちを、まあ、表明してきました、その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫してその平和と繁栄のために力を尽くしてきました、こうした歴代の、こうした歴代内閣の立場は、今後も揺るぎないものであります。まさに 安倍内閣においても揺るぎないものでありますし、今後もそれは揺るぎないであろうということをここに述べたものであります。はいはいはい、止めで 吉君もう一回だけ聞きますね、あの有識者懇談会の報告書には、日本が植民地支配したとはっきり書いてあるんです、なんでそれを安倍談話では削ったんですか、なんでそれを書かないんですか、なぜ安倍総理自身の言葉で語らないんですか、それを言ってください。安倍内閣総理大臣、今回ですね、えー、なぜ有識者懇談会を作ったかということでありますが、 いば政治,政治は、ですね政治はまずここから話をしなければ、えー、ご理解いただけないんではないかと、えー、思います、残念ながら。えー、まず政治はですね、劣心謙虚でなければならないということで、えー、あります。それはですね、それはあ常に、えー、一つはあ、政治は歴史からですね地位を学ばなければならないということであります。同同時時にににですね同時に、えー、歴史を見るとき 政治的、外交的な配慮をすることによって、事実をねじ曲げてはならないということであります。まあ、だからこそ、えー、政治はですね、劣史に謙虚でなければならない。そういう観点からですね、えー、今回まさにさまざまな視点を持つ方々にお集まりをいただいて、議論をしたわけで、えーまあ、ございます。そして、えー、そこで出された、えー、提言。 について先ほど申し上げましたように、まあそれを弟子の声として受け止めたということを申し上げたわけであります。その声をですね、私は総理大臣として受け止めたわけであります。その声を受け止めて、まさにその受け止めた上においてですね、今回談話を発出したところでありまして、まさに先ほど述べたようにですね、先の対戦への深い介護の念とともに、我が国はそう誓ったわけでありまして。 そしてこうした歴代の立場は、安倍内閣もそうでありますが、今後も揺るぎないということを述べているわけでございます全く答えになっておりませんよ、ただ唯一ね、一つだけ答えがあったのは、政治は言葉を発するときに政治的影響を考えなければならないということだけでした。ということは、橋本総理、小渕総理は、日本が朝鮮半島を植民地支配したと、はっきり言ってますよ。 政治的配慮が足らなかったと、間違いだったということですか安倍内閣総理大臣、えーまあ、それはそれぞれのですね、えー、総理の見識においてなされた発言だろうと思います山下良樹君。何遍聞いてもですね、そのことを言いません。結局ね、肝心なことはっきり答えないんですよ。引き継ぐと言いながら、日本が朝鮮半島植民地支配したという。 核心部分については一切語らない。一番大事な点は、引き継いでいないということがはっきりしたと思います。安倍談はですね、さらに日露戦争と植民地支配の関係について触れております。では、日露戦争が朝鮮半島の人々に何をもたらしたのか。日露戦争と朝鮮半島の植民地支配の関係について、総理の認識を伺いたいと思います。 安倍内閣総理大臣まあこの、えーまあ、談話の中においてですね、えー、二つ目のパラグラフ以降ですね、まあ百年以上前の世界には西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が広がっていた、まあ、圧倒的な技術優位を背景に植民地支配の波は重中世紀、アジアに,にも押し寄せました。 その危機感が日本にとって近代化の原動力となったことは間違いありませんアジアで最初に立憲政治を打ち立て独立を守り抜きました日露戦争は植民地支配のもとにあった多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけたということで、えー、いわば当時の多くの西洋諸国のもとの植民地の人々がですね、えー、自分たちは なかなか独立できないんではないかという人々に対して、えー、勇気を与えたという事実を書いたわけでございます。えー、それと、この、えー、日露戦争の結果とですね、えー、朝鮮半島との関係につきましてはです、ね、まあ、これはもう史実にあるとおりでございます山下芳樹、の認識を聞いてるんですよそれ答えられないんですか。 安倍内閣総理大臣。まあ、ここで、一つ一つのですね。 歴史的な事実について、えー、委員とですね、えー、議論することは、えー、差し控えたいと思いますが、あこの表現については、ですねいわば朝鮮半島との関係で申し上げたわけではなくて、えー、まさにパラ,グラフパラグラフ全体を見ていただければ、お分かりのようにです、ね、で100年前はまあ広大な植民地が広がっていた、えー、西洋諸国が圧倒的な技術による優位を生かして、多くの国々を植民地支配をしていた、中にあって、えー、日露戦争がですね、 植民地支配下にあった人々に対して勇気を与えたという事実を述べたのびでございます山下綾君このアジアの人々の中に、朝鮮は入ってるんですか、朝鮮の人々は。素晴らしいです、安倍内閣総理大臣。まあこれはまさにあの多,く多くの人々ということで、えー、一般的に表現したものでございます山下す喜。答えられないんですね、当たり前だと思いますが。 朝鮮半島の植民地化が、どのように進められたのか。明治の初めから、日本は清国やロシアと競いながら、武力で朝鮮宮廷を脅迫して計画、計画的に朝鮮を植民地としていきました。1895年、日本の朝鮮支配に反対する中心人物だった朝鮮の王妃、民妃を、日本の公私の命令で殺害します。日露戦争が開始された、 1904年、日本は首都、韓城、現在のソウルを軍事占領し、日韓議定書を強要して、日露戦争への協力を韓国に約束させます。そして、第一次日韓協約を強要し、韓国の財政と外交の事実上の実権を握ります。翌1905年、日露戦争の勝利をてこに、第二次日韓協約、いわゆる韓国保護条約を押し付け、 外交権を完全に取り上げるということをやりました。同時に、韓国に日本の総監府なるものを置いて、もはや独立国とは言えない、属国家を進めたのであります。その直後の1906年から11年にかけて、韓国の植民地支配に反対する反日義兵闘争が起こりますが、これに対する日本の弾圧によって、犠牲となった方々は4万人に上ると言われております。こうしてですね、朝鮮、 韓国人民の抵抗を抑圧しながら、1910年、韓国併合条約によって、韓国朝鮮の植民地化を完成させたわけであります。この歴史的事実を踏まえるならば、日露戦争は朝鮮半島の植民地支配を進める重要なポイントだった。総理にその認識ありますか。安倍内閣総理大臣。 日露戦争についての,です、ねえー、この記述については先ほど申し上げましたように、えー、今回い、ね、わばあ、まあ、世界史の中で、えー、日本はどういう立場にあったのかということからです、ねえー、記述を解き起こしたわけで、えー、あります21世紀構想懇談会においてもです、ね、日本の歴史だけを見るあるいは日本,日本や周辺の国との関係だけで歴史を見るのではなくて世界史的な視点から歴史を見ながら 日本はどう行動を取ってきたのか、どこで日本は政策を誤ったのかということをですね明確にすることをいわば中心的な議論としたところでございます、そういう中におきまして、まさに100年以上前は世界には広大な植民地が広がっていたというですね歴史的な事実を述べ、その中で日本はどのような行動を取ったか、そして日露戦争がどういうインパクトをもたらしたかということについて記述をしたわけでございます。 マスター君朝鮮半島の植民地化と日露戦争との関係については、何遍聞いてもお答えがありません、歴史の事実ははっきりしております。日露戦争直後の1905年、保護条約はどのようにして締結されたのか、伊藤博文が憲兵を引き連れて宮廷に押し入って、強引に調印させたものです。宮廷の外では、日本軍が演習と称して、大規模な軍事的威嚇をや,やりました。退出ししようとした大臣を捕まえて 伊藤博文があまりだだんをこねるようならやってしまえと脅しつけながら、文字通りの強圧的なやり方で従属化を図りました。伊藤博文は、韓国の皇帝にこの条約を飲まなければ、これまで以上の困難な境遇になり、一層不利益な結果になることを覚悟をせよと迫ったことを、日本の天皇に対して報告しております。日露戦争が暴力と強圧によって 韓国の植民地化を進める重要なポイントとなったことは、歴史の事実ですよ。そのことを総理は一切認めない。そんなことで、先ほど、日曜戦争がですね、アジアの人々を勇気づけた、よくぞ言えたもんだと、とんでもないと、認識だと言わなければなりません。私は、歴代政権が述べている、日本の植民地支配による多大な損害と苦痛、 とは何か、これにもしっかりと思いを馳せる必要があると思います。朝鮮半島の人々は、自分たちの言葉を使うことを禁じられ、日本語の使用を,を強要されました。創始解明で、名前まで返さ,させられました。さらに、徴兵検査によって、日本兵として戦場に駆り出され、本人の意に反して、日本軍慰安婦となることを強要されました総理日本の植民地支配によってこうした。 損害と苦痛を与えたという認識が総理にはありますか、日本の植民地支配によってもたらされたものだと認識ありますか安倍内閣総理大臣。それはあのこの談話にあるとおりでございまして、この談話にありますようにですね、 我が国は先の対戦における行いについてでございまして、まあ、行いとはまさに、先の対戦への深い介護の念として、日本が胸に刻んでいる、そう誓ったものでございまして、その中で、ですね国名を上げているわけでありまして、インドネシア、フィリピン、はじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきましたと。 こうした歴代内閣の立場は今後も揺るぎないものであるかと、このように述べているわけでございます山下芳生君あのばらばらになってるんですよ、安倍談話は、村山談話は、日本が国策を誤って植民地支配と侵略したことによって、アジアの人々に多大な損害と苦痛を与えたことを反省してるんです。ばらばらじゃないですか、総理にいくら聞いても、日本が植民地支配をしたという認識を示されない。 私はですね、植民地支配によって国を奪い、言語を奪い、名前すら奪ったことを日本国民は忘れてはならないと思います。それを両国の共通の歴史認識とすることが、未来にとって重要であると思います。だからこそ村山談話は、そのことを死後もはっきりして述べているんですね。歴代内閣の立場は揺るぎないとしながら、日本が植民地支配を行ったという歴史認識を語らない、これは欺瞞だと言わなければなりません。 こうして、植民地支配を、朝鮮半島における植民地支配を足場にして、日本は中国、アジア、太平洋地域へと侵略戦争を拡大していきます。総理に、その点について聞きます。日本が中国、アジア、太平洋地域に対して行った戦争、1931年満州事変、1937年日中全面戦争へと続き、1941年アジア、太平洋戦争に拡大した戦争は、侵略だったのか そうではなかったのか総理の認識を端的に伺います。安倍内閣総理大臣。えまあ今回の談話はですね、二十世紀構想懇談会において有識の方々が共有した認識、まあその報告書の上に立って作成したものであります。報告書にもある通り、中には侵略とまあ評価される行為もあったと私も思います。まあだからこそ談話においては事変侵略戦争といった言葉を挙げた上で。 いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないことをですね、先の大戦への深い介護の念とともに誓ったわけであります。先、えー、の大戦における日本の行いが、侵略という言葉の定義に当てはまればだめであるが、当てはまらなければ許されるというものではないわけでありまして、かつて日本は世界の体制を見失い、外交的、経済的な位置詰まりを力の行使によって、 打開しあるいはその勢力を拡大ししようとしたわけでありますその事実を率直に反省し、これからも法の支配を尊重し、不戦の誓いを堅持していくということこそが、今回の談話の最も重要なメッセージであります。その上で、具体的にどのような行為が侵略に当たるか否かについては、歴史家の議論に委ねるべきだと思うわけであります。 重要な点はいかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないということであります、えこれが私たちが過去から学び、え教訓とし、反省すべきことであります山下芳樹君。ここでも明確な答弁がありませんでした私は中国、アジア太平洋地域に対して、日本が行った戦争が侵略なのか、そうでないのかと。 総理の認識を問いましたが、はっきりした答弁はありませんでした。談話の中にもそのことは書かれておりません。しかし、この点でもですね、歴代の政権とは違うんです。歴代内閣は、中国に対する侵略をはっきりと認めてまいりました。小渕総理は、1九九八年十一月二十六日、訪日した江沢民中国主席とともに、日中共同宣言を発表いたしました。そこには、双方は、 過去を直視し、歴史を正しく認識することが、日中関係を発展させる重要な基礎であると考える。日本側は、1995年8月15日の村内閣総理大臣談話を遵守し、過去の一時期の中国への侵略によって、中国国民に多大な災難と損害を与えた責任を痛感し、これに深い反省を表明した。こう、はっきり述べております。総理、歴代の内閣の 立場は今後も揺るぎないと言うんだったら、日本による中国への侵略が、中国国民に多大な災難と損害を与えたということを、なぜ安倍談話に書かないんですか、なぜ総理自身の言葉で語らないんですか安倍内閣総理大臣先ほど申し上げたとおりですね、報告書にもあるとおりです、ね、中には侵略と評価される行為もあったと。 私もいいまますす先ほど述べた通りでございます、まあ、その上において、ですねその上において、ここに書いてありますように、自、えー、変侵略紛争、まあ、いかなる武力の威嚇や行為も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない、植民地支配から永遠に決別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならないと。 お先の対戦への深い介護の念とともに、我が国はそう誓いましたと、こう述べているわけで、えー、あります、えー、ここから、えー、当然、われわれのです、ねえー、先の対戦における、えー、反省、えー、教訓が組み取られると、このように思います山下良樹君、あのー。はっきり答えないですね、侵略と。これれまでで村山談話でもそれから今申し上げた小渕 総理の日中共同宣言でも、日本が中国に対して行った侵略と、はっきり書いてるんですよ、なぜこれまで書いた、述べたことを安倍談話では述べないのか、なぜ安倍総理自身の言葉で語らないのか、私はいくらですね反省、二度と繰り返さないと言っても、日本が過去に行った戦争が侵略だったという、はっきりした認識に立たなければ、 これは同じ過ちを繰り返すことになるじゃありませんか。歴代内閣の立場は今後も揺るぎないとしながら、具体的な戦争についての認識を問うと、歴史家の議論で逃げる。これも私は、欺瞞だと言わなければなりません。結局ですね、総理は、日本が行った植民地支配も侵略も、はっきり認めませんでした。自分自身の言葉で語りませんでした。 そして自分自身の言葉で深く反省し、謝罪することもされませんでした。結局、安倍談話というのは、村山談話以降の歴代内閣が表明してきた立場を、事実上、投げ捨てるものに等しいと言わなければなりません。語ってないんですから。日本は中国に対する侵略から、アジア太平洋戦争へと侵略戦争を拡大します。その結果、アジアの人々二千万人、 日本人310万人が犠牲となりました。そして70年前、ポツダム宣言を受け入れ、文字通り多大な損害と苦痛を内外の人々に与えた戦争を終わらせました。そのポツダム宣言には何とあるか。日本の戦争を世界征服のための戦争、はっきりこう書いてあります。侵略戦争だったと明確に述べております。総理は、このポツダム戦争宣言のこの規定を 認めないんですか、あくまで日本の行った戦争は侵略だと、認めないんですか安倍内閣総理大臣。えー、日本は、まあ、ポツダム宣言を受け入れ、敗戦をしたわけでございます。えーまあ、その後ですね、まさにわが国はあ、戦争の参加を二度と繰り返さない、えー、との、えー、不戦の誓いの下に、平和国家としての歩みを、まあ、進めてきたわけでございます。 山下君あの日本の戦争、ポツダム宣言は世界征服の虚に出た戦争、侵略戦争だったとはっきり認めてるんです、この規定を総理は認めないんですかと、こう言ってるんです安倍内閣総理大臣。まさに、えー、日本はですね、えー、ポツダム宣言を受け入れ、えー、敗戦、えー、を,を、敗戦をし、まさにポツダム宣言を受け入れたわけでございます。 ました君あの、だったら、日本の戦争、侵略戦争と認めなければならないはずですよ、それを何遍聞いても、ですね認めない、個々の具体的な問題については、歴史家の判断に委ねると言って逃げる、そんなことをやってたんでは、日本はアジアでも世界でも孤児になると言わなければなりません。ポツダム宣言にはですね日本のの軍隊の武装解除それから 民主主義の復活強,強化なども述べられております。これを踏まえて、日本国憲法に第9条や基本的人権が明記されました。今、安倍政権がそれを覆し、日本を再び海外で戦争する国に作り変えようとしていることに、多くの国民が危惧を覚えております。70年前の教訓を踏みにじる、る70年前の痛苦の反省、歴代内閣が認めてきた侵略と植民地支配を、 談話でも、総理自身の言葉でもはっきり認めない、70年前の教訓を踏みにじる戦争法案の撤回を強く求めて質問を終わります。